リナさん、私より随分先輩ね。30歳の姿のまま永遠の命を得た彼女が、その人生の中で触れたものとは。世界は変わる。アーク選ぶのはあなた。永遠の命をめぐる衝撃作、あなたは何を思いますか？美しく光る映像、今までに不思議な感覚、永遠に生きられるからこそ大事な人を失うのは怖い。新感覚、まさかこんな結末になるなんて。アーク。人はなぜプラスティネーションを望むと思う？抵抗、死への抵抗。エマのプラスティネーションでボディは急に息を吹き返す。死んでるのに変な話だけど。柔らかい。我々は老齢と死を克服する時代に突入します。死が二人を分かつまで、この一節はいずれ誓いの言葉から消えるだろうね。死が生に意味を与えるなんて、昔の人がでっち上げた神話だよ。人類は進化したのかしらね、退化したのかしらね。これからは私が自分の生き方でそれを証明していきます。もしも永遠の命が訪れたら、あなたの望む全てに触れることができるのだろうか。たとえあんたが変わらなくても世界は変わる。これは人類史上最も長く生きた女性のお話、そしてあなたの君の物語。アーク、自由に生きなさい。罠にかからないように。 Hi there movie lovers, Debbie here with today's movie fact. Did you know that in the first draft of the Back to the Future screenplay, the time machine wasn't a DeLorean car? It was actually just a refrigerator. Let's just let that sink in. For more updates, remember to click below to subscribe on the side for more great content, and you can get my t-shirt at the link right below this video.